あいつがハンピン・リューマンの総帥、あいつが長だ。向こうさんのトップってことか。じゃあまさかあいつがマブチの黒幕で、野々宮殺しも裏であいつが指示したってことはねえのか。マブチからさ、ムービーが送られてきたんだけど。な？これに映ってんのお前らだね。うちの倉庫でこいつを盗もうとしてたって。お前は清流会の人間だな。ああそうだ。思いっきり編集されてんじゃねえか。違うぜ、俺らは清流会じゃねえ。清流会の人間じゃない。じゃあなんでマブチを嗅ぎ回ってんの。それはよ、あんたなこと言いなよ。おい、よせ。言葉は選んで手短にな。俺短気だから。さっきも一番が言った。マブチが俺らの店長を殺したから。だからマブチを追ってたんだよ。この構想に火つけたのはマブチだ。奴は俺らを出しにして清流会に濡れ衣を着せたんだ。ってことは全部マブチのせいって言いたいわけ。そんなもん鵜呑みにできねえな。マブチはうちのナンバー2だよ。それが突然暴走しましたって言われてもね。あいつだって暇じゃないよ。いろいろ忙しいんだ。構想が始まってんだぞ。どれだけやべえ状況なのかくらいわかるだろ。なのにナンバー2がここにいねえ方がおかしいだろ。その動画受け取ってからマブチと話くらいしたのか。長さん、マブチと連絡が取れないってのは相当まずい状況なんじゃねえか。ああ連絡が取れないのは、マブチは抗争を起こすだけ起こしといて、本人はさっさと安全なとこに逃げ出した可能性が高いからだ。だとしたらあいつは暴走した上にあんたも裏切ったってことだぞ。俺に説教すんの？でもだからって焦って俺らを犯人扱いしても事態の解決にはならねえ。あんただってわかるだろ。おっさん、口の利き方に気をつけろ。何すんだ、やめろ。あのね、別に俺はここであんたら全員ぶっ殺して戦争始めたっていいんだ。戦争を吹っかけてきた諜報人たちとそこの頭をまずは血まつるにする。戦争開始のシナリオのオープニングとしてはごく普通じゃない。やるならやれ。マブチが何だろうが関係ねえ。清流会は若いのが二人、何十発も弾くらって死んでんだ。もうとっくに戦争は始まってんだよ。てめえらどっちもいい加減にしろ。あんたら二人とも戦争してんのか。ちげえだろ。このままマブチの思うツボでいいのかよ。まだ戦争は止められるはずだろ。説教すんなって言ったよね。説教なんかじゃねえ、クレームだ。あんただってでけえ組織のトップなら人の話くらいちゃんと聞けよ。クレームか。春日一番だったな。ああ分かったよ、話を聞いてもいい。でもその前に俺の質問に答えてよ。分かった。マブチが偉人町で抗争を仕組んでるとして、その理由は？なんでそんな真似すんの？マブチに何のメリットがあんの？そんなもん俺が知るかよ。なるほど。じゃあそもそもの話、野々宮ってソープの店長、それを殺したのがマブチってのはマジな話なの？直接あいつに聞いたとき否定はしなかったぜ。
その答えじゃ足んないわ。じゃあ話は終わりってことで。奴の目を見りゃわかる。店長を殺したのはマブチだ。でかい声出したって結論は変わらないよ。待て、その人を撃ったら全面戦争だ。マブチはそいつを高みの見物。あんたら本当にそれでいいのかい。何のための構想だよ。そんなこともわかんねえのに血流す気か。何度だって言うぜ、超全部マブチが仕組んだことだ。ここにいる全員があいつに踊らされてる。こんな戦争を始めたらあんたらの組織の歴史に泥を塗ることになるんだぞ。まいったね。春日君ってさ、器用な嘘をつけるタイプに見えないんだよな。ただその言葉信じるにははっきりした根拠がいるんだよね。特に俺みたいな立場だと部下の手前があるから。少なくともソープの店長を殺したのがマブチだっていう証拠は欲しいね。それが発端なんだろう？お前らの話によれば。ああ、彼女が電話越しにナウマって声聞いたな。知ってる。それじゃ足りねえのか。当たり前でしょ。となるとここはやっぱあの連中に頭下げるしかないか。あの連中？この町でどうしても知りたい情報があるとき、行くべきところは一つだけでね。あ？偉人町の情報の吹き溜まり、つまりコミジュルだよ。コミジュル。この町でどうしても知りたい情報があるとき、行くべきところは一つだけでね。あ？偉人町の情報の吹き溜まり、つまりコミジュルだよ。コミジュル。ああ、もし誰かが偉人さんの均衡をぶち壊そうとしているとして、まあ今回で言うとその誰かはマブチってことだけど、その異変にコミジュルが気づかないわけがないよ。なんせ連中はこの町の情報で飯を食ってんだからね。偉人町にも情報屋ってのがほぼにいる。だがそいつらのネタの大半は元をたどりゃコミジュルが情報源だ。はあ、一体どうやってんのかわかんねえが、連中は精度の高い情報を手に入れる仕組みを持ってるらしい。なるほどね。他に当てがあるなら別にコミジュルでなくてもいいよ。よそでマブチの店長殺しが証明できるんならそれも結構。お前らが答えを持ち帰るまでは頭たちも生かしとくよ。ただしとんずらはできないからね。偉人中を出ようとしたらその瞬間こいつは殺す。そしてお前らはもちろんその家族、友人、知人もただじゃ済まさない。ちょっと何よそれ。やめとけ。常識が通用する相手じゃねえよ。まあ俺もさ、正直必死なんだよね。もしマブチが裏切ったとなるとうちは真っ二つじゃん。そしてその時清流会とコミジュルがどう動くか頭使っていろいろ備えとかなきゃなんないし、まあマブチが黒だったらの話だけどさ。でももしマブチが白だったらここにいる全員楽には死ねないからね。そこそこよろしく。笑顔で言うんじゃねえよ。じゃあマブチがその店長を殺したってことを明らかにする証拠、それを見つけてきてよ。春日、もうここで俺らにできることはなさそうだ。分かった。もう知ってると思うけどコミジュルは半端じゃないよ。
証拠を手に入れても奴らに消されちゃ意味ないからね。ではお気をつけて。どんだけ嫌味だよ。春日、さっさと動くしかねえぞ。まあ、わかった。おい、私にできるのはここまで。あとは自分たちで何とかしてください。そうね。Mm-hmm.